木村明則は、世界で初めて無農薬、無施肥のリンゴの栽培に成功した、日本の農家。株式会社、木村工農社代表取締役。1949年に、青森県岩木町の三上家の次男として生まれた。青森県立弘前実業高等学校商業科を、卒業し、上京、時子に入社資源化管理課に配属された。1971年に帰京。 リンゴ栽培を中心とした農業に取りかかる。22歳で、リンゴ農家の木村家の養子になって美智子と結婚。農薬に過剰反応する美智子をきっかけに、福岡正信の著作、自然農法を参考にして、無農薬のリンゴ栽培を考え出す。農薬をまく回数を、年10回以上5回、翌年には3回、翌年に1回に減らした。 収穫量は落ちたが農薬の経費が浮いたので収益は悪くなかった。1978年から本格的にリンゴ、無農薬栽培に挑戦したが日本の温帯湿潤な気候で無農薬で育てることは困難を極めた。通常5月中に咲く花がようやく9月に咲き果実は欠実することなく小梅程度の大きさにとどまった。さらに害虫を手作業で 駆除するなどの毎日の手入れも相当な労力だった。しかし、それだけ苦労を重ねても数年は実がなることもなく、10年近くにわたって収入のない状態が続く。そのような状況にあっても、自給のために育てた他の作物での無農薬、無施肥栽培において良好な成果を上げつつ、木村は少しずつリンゴの栽培方法に改良を重ねていった。 最終的に木村を助けたのは大豆の根粒菌の作用で土作りを行ったかつての経験だった。土の中の根張りを良くするため大豆を利用した木村のリンゴの木は年々状態が上向いていった。1986年にはようやくリンゴの花が咲き、実も通常通りつくに至った。こうして木村が確立した無農薬、無精でのリンゴの栽培方法は 従来の農家から不可能とされてきたことであり、弘前大学農学生命科学部の杉山周一は、おそらく世界で初めてではないかと評している。木村は国内外において自ら確立した技術の普及に努めており、韓国では無農薬栽培を指導した貢献を称えられ、2009年11月、景気同名誉市民、危機敬一名誉市民として表彰された。 2011年始動した実験田のある石川県の都地域と新潟県佐渡市が国連食糧農業機関によって世界重要農業資産システムに認定される。石川県白衣市では第1回全国自然栽培フェアイン白衣が開催された。この他西日本ではすでに2010年より NPO 法人岡山県木村式自然栽培実行委員会が木村を 昌平市、岡山県の水晶米である、朝日米の栽培について、自然栽培による農業指導を受けながら生産、流通をはじめ、2011年には桃の試作栽培にも着手。消費者、生産者の双方へ、自然栽培の啓発活動を精力的に進めている。彼の人生に基づいた、舞台、リンゴ、木村明徳物語が上演された。 長野博史が演じる。演出、栗山富也。2010年11月10日から14日、東京のルテアトル銀座で初演。ありがとうございます。